ハラスメントっていう概念に到達してその問題を考えてるときに、まあ、最初に浮かんだのがそのガンジーとそれから論語だったんですね。で自分の命が惜しいからといって人から離れたりしないと。で時にはその命を捨てて捨てよ実際に捨てるのかどうか分かんないですけど、命を身を殺してでも人を守る人をなそうとするのだっていう言葉があって、で、まあ、こんな言葉にすごい改めて衝撃を受けまして、で君主はつまり社長は社員に礼を持って接すべきである、社員は社長にも中央に持って接すべきである、使えるべきであるというのはもうこれは大抵の会社においてはもう革命しそうですね。そんなことを言ってあったらほとんどの会社が崩壊してしまうというぐらい日本社会というのは上下関係がすごく歪んでしまっています。ただ感覚が作動していれば、なんだか変だなと思ったら変だなと思って考えて、ああこうだこうだって分かる。感覚が作動してなかったら、なんかどうせそうに決まってるとか思い込んでるといつまでも対応できないということなので、それでいいんですが、それが人ですね。人の状態をいかに実現するか、それは個人のレベルでも組織のレベルでも社会のレベルでも人でないといけない。これが、論語の基本的なテーマです。それで、だから日本社会の具合が悪いのはもう完全に僕は明らかです。不人が蔓延してるからで、でどうしてそんな蔓延してるかっていうと、もう法律作りすぎですよね。決まり作りすぎ。お前らこんなことして楽しいんかみたいな、それ何のために学園祭をやってるの。日頃からそういうことが鬱陶しいから学園祭やるだけはパッとやろうよっていうものが学園祭ですよね。僕びっくりして、でそれと国会とか役人になるための練習で学園祭してるのかって思ったんですけど、そのぐらい蔓延してるんですね。で頭の中が全部そういう風にできてて、教授会でも全部そうなんですけど、すごい、まあ、それで僕衝撃を受けて、どのぐらい日本社会がね、その学園祭が麻痺したそういうものにね汚染されてるのかと思ったら、さすがに答えだけでしたね、うん、その革命どうやってやるのかって、上からの革命でも下からの革命でもなくて、それぞれにいる人がそれぞれに自分の行動を人にする、自分を人にするかどうか、それだけなんですね。それで人を貫こうとすると必ず圧力があります。でその時にはどうしたらいいかって、身を殺して人をなすことありという非常に厳しい言葉がですね待ってるんですね。だから己の欲せざることを人の施す流れっていうのは、自分が組織に入ったり、あるいはその特に権力を持ったそういう立場に立った時にすごく重い言葉なんです。自分がやりたいことでなかったら、たとえ命令であってもやっちゃダメなんですよ。それをしてしまうともう人ではなくなるっていうものすごく思いことがあるんですけど、だから例えば会社でだからこういうノルマを上げろって言って、銀行にもあっけわかんねえな、こんなもんやったって赤字になるだろボケみたいなこと言いながらカードローンとか作ってたんですけど、そこでやっちゃダメだとそう、これを家庭とか職場とかいろんなところで貫くって実は本当に厳しいことなんですけど、人々がそういうものを貫いて初めて世の中を持つんだというのが僕は儒教の基本思想だと、社会秩序論だと思ってます。で特に人の上に立つ人間というのはそうじゃないといけなくて、人の上に立つ人間がですね、そういう人でない状態で自分の心を裏切ってやりたくもないことを周囲のことをもんぱかってやってたら、下の者はそうせざるを得ないんですよね。そうするとその上から下に婦人がバーッと広がっていって、それが家庭にも入り込んで子供たちを傷つけてっていう非常に恐ろしい循環が始まって、実際はまあ日本社会はそういうひどい循環をもう100年ぐらい経ってしまってるような気がするんですけども、この循環から抜け出すっていうこと、それはぜひやっぱり特にですね、まあどうせ IWJ を見てる人に会社の社長とかほとんどいないと思うんですけど、その目上の人には特に経営者っていうのは人であってほしいなと思います。それはもう本当に革命行動だと思います。で経営者が人じゃなきゃ俺が人じゃねえっていうわけにはやっぱりいかないと思うんですね。そうすると一人一人がいろんな場所、家庭とか会社とか学校とかで人であろうとするということをすることが、本当の意味での日本社会の困難を打ち破ってこの革命を実現するんじゃないかなと思います。